はい、というわけでおはようございます、ゆら様です。本日改めて、入町の入町市にやってまいりました。今日はね、大阪公園というわけで、まあ、会場としてね、梅田自由らという場所に向かっております。まあ、僕の知ってる限りでは比較的屋根もあって、入町しやすい場所だったなというふうに覚えております。今日はね、天気も良くて非常に暑いです。一応言っておきますけどね、これ別に入り待ちを推奨する動画ではないので、基本的にはね、近隣会場にね、迷惑になること多いんで、まあね、入り待ちダメっていうところ多いんで、そのね、各バンドさん、会場さんのルールに従ってね、するようにしていただきたいと思います。いやいやいや、今日は暑いですよ。ちなみに、はい、昨日私滑れた、昨日じゃない、この間私滑れた入り待ちさんへの手紙用意しておきました。さらに1枚増やしておきました。ちなみに今、10時です。例のごとくメンバーの入りは本日11時ですね。今回はですね、スタッフの方も同行してくれず、一人ぽっちで入り待ちすることになりました。まあね、一人で入り待ちするのもね、入り待ちの入り待ちをするのもね、いい経験なんじゃないかなと思います。会場自体は多分すぐその辺なんですよね。いい天気で非常に暑いです。ね、もうすでに入り待ちの方がいたら入り待ちの入り待ちにならないんで、まずまだ誰もいないっていうことが成功への条件となります。暑っ。いや、一人ぽっちは寂しいですね。朝ごはんも食べてないのでお腹減りました。誰もいないんじゃないかな。はい、というわけで、てれれー、はい、ジーラ着きました。あ、多分今のところ誰もいないですね。あ、サイゼリアからお腹減った。はい、というわけで、まだ誰もいませんね。もちろん空いてないと思います。はい、もちろん空いてません。いや、どこでまたしてもらおうかな。本日の公演、これですね。はい、はい、僕です。ありがとうございます。いや、ここはね、全然いいわ。今、入り待ちの入り待ち中です。今回はね、ちゃんとね、よいしょ、朝ごはんも用意しときました。あ、涼しい。ここで人の出入りが激しくて、なんかここにいていいのかなっていう感があります。ちょっとゴミ箱を探しがてら外にいてみたいと思います。もう来てると思うんだよね。うどんうまそう。熱っ。ね、前回の感じだと30分単位で来るんじゃないかっていうね。今10時過ぎです、ね、10時半入りだと呼んでる人はもう来てもおかしくないなという感じなんで、あ、でも10時半入りってなかなか、11時入りだと思われてて10時半ぐらいに来るという説が有力じゃないですか。ちなみに本日メンバー11時入りです。今頃他のメンバーはまだホテルで身支度してるところだと思います、ね、私はこの炎天下の中みんなを待っております。早く入り待ちさんに来てほしいです。先日入り待ちした時はスタッフの方と要は2人でいたんで、まあ喋り相手がいたんですけれども、1人なんで、今日はなかなかの孤独を味わってますね。こういう状況です。なんでしょう、一人でポツンといると、こう道行く人と目が合うとなんか
申し訳ない気持ちになるなんですかね。別に悪いことしてるわけじゃないですけど、目やったら目そらしちゃいますね。なぜかてくれんかな。もう来たらこっちからわーっと私に行きたい。あるよね、こう入り待ちの人でもメンバーが来たらどのタイミングでこう手紙とかを渡すかっていう。やっぱまずメンバーさんは機材の搬入とかがあるから、それの邪魔にならんようにみたいなありますもんね。ってことは僕も入り待ちさんにどのタイミングで手紙を渡すか、これ大事だと思うんですよ。確かにパッと来てなんかパッとニコッとしてくれたりしたらホッとするでしょ。全然来へんや。今日も失敗する気配が漂ってます。私大体でも例えば追っかけて来てる人ホテル取るじゃないですか。ホテルのチェックアウトって大体10時でしょ。チェックアウトしてまあバーッとこっちに向かって、まあ距離にもありますけど、やっぱ10時から11時ぐらいには普通にパッとまっすぐじゃなくて来れるんですよね。どこも行かってないならとりあえず来て入り待ちしとこうかみたいなことになるのかな。そんなことなのか。する人はする人たちになろうかな。まあ性格地方来たらなんかライブ以外もね楽しいことしようっていうことになるでしょうね。僕らもなんかせっかくやったらこっちでしか食べれないもん食べようとか言いますけどね。暇だ、入り待ちの入り待ちは暇だ。この時間を使ってなんかできるんじゃないかと。でもこの場所をどういった時に来られたらなんか悔しいしな。移動もできない、なぜなら入り待ちを入り待ちしてるから。道行く人の人間観察ぐらいしかすることないですよね。今目の前でねサラリーマンの方がタクシーを止めようと思ってわーっと手を挙げたんですよ。偶然そこに自転車のおまわりさんが通りかかってあのタクシーじゃなくて自転車のおまわりさんが止まってました。このまま入り待ちの方が来ずに普通に先にメンバーが来ちゃった場合、ただ僕メンバーの入り待ちをしてる人ですよね。なんやこれ、全然来へんや。人気ねえな。いや普段もうちょっとこう入り待ちの人いるんすけどね。なんでこう自分が入り待ちの入り待ちをするときにかけて誰も来てくれないのか。嘘でしょ。いや今日僕本番なんですよね。もうあと何時間後にはきっと黄色い線をキャーキャー浴びてるはずなんです。今ただただ日光を浴びてます。紫外線の嵐です。僕をキャーキャー言ってくれる人を待ってますよ。誰も来ないですよ。ああ泣きそうですね。帽子深くかぶりすぎても前見えてないんじゃないかな。逆にあの人は全身真っ白、あれは日傘なのか雨傘なのか。暑いとみんなしかめつらになる。もうイヤホンしながら自転車こいだら危ないよ。若い女の人の後ろおじさんが歩いてる距離が近すぎてなんかヒヤヒヤした。あのおじさんなんかわからんけど支度中でうーんってめっちゃしながら歩いてる。
カバンが重たすぎて、こうやって体めっちゃ斜めになって歩いてる人いる。リュックサックを前と後ろ2個背負ってる人がいる。こんな遊びしかないわ。こんなに暑いのにズボンのポケットにこう片方手を突っ込んでこうやって息って歩いている。あの手多分めっちゃ暑い。誰も来ない、早く来てくれ、俺は暇だぞ。なぜ来ない、はあ、これはもう座って待つしかないな。座ります。僕今すごいと気づいたんですけど、バス停でちょっと今待ってる人いるんですよね。今気づいたんですけど、もう20分ぐらい待ってると思うんですよ。バス待ってるんじゃなくて入り待ちなんじゃないか説。聞いてみる、入り待ちですかって聞いてみる価値ある。それでこれそうだから、この手紙を渡しても終わりになるんで伺ってみたいと思います。すみません。今日ジーラに来られる方だったりします。入り待ちだったりします。あ、いや全然全然。入り待ちではないですか。あ、入り待ちではないんだ。いや、入り待ちの入り待ちをするっていう企画をやってまして。入り待ちの入り待ち。はい。何時ぐらいからみんな来るんかなってと全然僕分からなくて、普通にバスを待たれてるのかと思って。入り待ち合えたらいいなっていう下心はありません。全然なんか何時ぐらいにその友達と待ち合わせて待ってます。11時ぐらいで。ちなみにメンバーのいるは11時です。なんで多分友達間に合うと思うんですけども、はい、プロですね。僕普通にバス待たれてるんだと思ってたんで来られる方だと思わなかったんで。いや全然全然うまく溶け込んでるな。いや全然よかった。初台早めに乗ったら11時ぐらいに皆さんわさわさしてる。そうなんです、初台も11時で、僕初台でも入り待ちの入り待ちを試みたんですけど、はい、誰もいなくて失敗に終わるっていう。で今日も来てみたんですけど、来られる方に会えてよかったです。これ一応入り待ちの方へファンレターを渡すってなってて、ちなみに今日はどなたを見に来たっていうか。今日はヒロさん。あ、ヒロさん、ありがとうございます。ヒロ君、いえ全然ヒロ君にお伝えしておきます。何時ぐらいからいました。むしろ今日10時にここでチェックアウトして、あえて、だって下のロビーで待ってたら涼しいわけでしょ、きっと。あとこの会場のところとかも。あ、はい、でもちょっと姿が見えたので。あ、逆に行っちゃいけないんだなって。すいません、逆に全然大丈夫ですよ。ここ暑いと思う。僕はただ半分冷やかしなんで。去年からちょっと楽しみにしてました。ありがとうございます。メンバーが続々と来ました。じゃあ僕も搬入します。というわけで今ヒロ君が到着されました。さあ、ね、ヒロ君を待たれてた入り待ちの方、いや無事にヒロ君にお手紙渡せるといいなという、僕はさっきの方のもうファンなんで、あの人が無事にヒロ君に手紙を渡せて幸せになったらいいなと切に願っております。なんで僕はでき
あれ、そうそう、しかも絶対酔っ払ってるやつでしょ。嘘でしょ。いや10時ちょ、もう11時っすよ。そうなんですよ。今まで飲んでた的な。俺3時に下北におらなあかんのに。え、どういうことですか。下北今から行くってこと。そうですよ、今日から横から。今絶賛、入りをしているメンバーさんと会話をしながら、手紙を渡されました。非常に嬉しそうな顔をしていらっしゃるのが印象的です。いいものを見させていただきました。やっぱね、人が幸せになっているところを見ると嬉しい気持ちになります。貴重な体験させていただきました。ありがとうございました。ただ言っておきます。基本的にね、入り待ち行為等はね、会場もしくは近隣の方にね迷惑になることは多々ありますので、いろんなね注意事項をきっちりと読んで、ルールを守った上で行ってほしいと思います。それではゆる様でした。ありがとうございました。ツアー中なんですけれどもね、昨日無事に、入り待ちの入り待ちをするというミッションをクリアしたわけなんですけれども、なんとそして昨日ライブが終わってからですね、なんとこちら、はい、入り待ちの入り待ち様へ、僕が入り待ちさせていただいた方から手紙をいただいたんですよ。ちょっと内容を僕まだ読んでないので、ちょっとどういった内容なのか読んでみたいと思います。めっちゃ書いてあるやつや。あ、めっちゃ細かいやつです。入り待ちの入り待ち企画お疲れ様でした。とても楽しかったです。あ、自己紹介書いてますね、ご本人の名前。そう、聞きたかったです。ああいう方って何を仕事されてるのかと。会社員だそうです。なるほど、これはあの追っかけをする人としての心得がここに詰まってあるということで、ご丁寧ということは、入り待ちの入り待ちの追っかけをしようとしている僕はその彼女たちの行動パターンを知った上で次何を渡せばいいかとかが分かるんじゃないかなという話だと思います。ありがとうございました。どうもよろしくお願いします。あのですね、入り待ちの入り待ちさんからお手紙をもらったって言ったんですけど、またもらいました。これ僕思うんですけど、ね、入り待ちさせていただいた方、僕のファンの方ではなかったんですけど、これもはや僕のファンになってるんじゃないかな。こういうお客さんの取り方あるんだっていうくらい新しいパターンじゃないですか。あ、ほら、スタバのドリンク、お、カードいただきました。スタバが好きなのかどうかわかりませんけれども、差し入れさせていただきます。はい、一人ゲット。ありがとうございます。